はいどうも、エルジェットでーす。Welcome to LTB ということで、今回もラガラガブラザーズチャンネルとのコラボでやっていきたいと思います。はい、ナチュラルレボンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回に引き続き、はい、コンバット4を振り返るということで、はい、前回はアイチンとゼロの一戦を見て、はい、いやいや言うたんでだいぶ熱くなりました、はい、見てたらやっぱ熱くなりますね。な、はい、もうなんかドキドキする。ドキドキしますね。俺こんなん言われたらっていう心境になってまうんですよね。ドキドキする。いやいやだ、俺こんなん言われたらこの顔でってなる。いやほんま無双の心境で、はい、今回もじゃあ今回は、はい、アームストロング対コーンヘッド、はいはい、今回地元の先輩と、うん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 、で、うん、東京とか関東行った時にずっとお世話になってた先輩のまたちょっと視点も俺も変わってくるみたいな。そうやな、はい、じゃあそういうちょっと視点の、はい、意見も後でもらいたいと思いますが、はい、どんなもんでしょうか。じゃあ行ってみよう。はい、探すイントロクソかっこええの。バリバリダンスいいじゃん、なしかっこいい。イヤオイヤオ、コンバット立ち上げたぞ。デビュー俺この手の愛情を失らせ、俺とよく見る好きなだけ、カンパスイレクを好きなだけ。もう笑っちゃってます。いやいやびっくりするな。ちょっともう一回、ね、もう一回ちょっと登場みたいな。もう一回前のゼロの時も言ったんですけど、こう始まりで、うん、ああガーン行くのか、こうまず聞いてくれよっていうスタイル。真逆、真逆のアクセルこうやって持ってもうやったやん。もうグリップしか回ってないじゃん。ちなみにマーシャルアーツ、マーシャルアーツ、マーシャルアーツでした。ローヘッド節、ローヘッド節ですね。このビートでベースをキャッチ、このドラムでボケをどうかしら、パティボイ、いやー、サクワじゃねえな、いやー、見てて、よく言うのが、連れてた方にも拍子抜け、驚かせる俺のスキル癖、飛び回るにこっち俺の声、このビートでブレイクを消すぜ、楽しみにしててくれよ。いやホームチェーン行ってみようか。アイセンヨウヨウ行くぞ来てよ、まだまだローカル上げてくぞ。あくまでローカル、まだもう正反対ですよね。まさに。いやでもらしさめっちゃ全開で渋いな。やっぱローから行くスタイルな、は絶対誰しもがメイクでこう行きたいはずなんですよ。そやな、はい、だからこう入ってきて、だからアームはもうそれを全開で出してるっていう、て天のこういう、はい、天の乗り、縦の動きですよ、縦の動きこうやったらもうこう横のこういうグルーヴこうやって出てくるような、これもまたすごい。じゃあこのロー、ロー、俺のフロー、ライカサブラミアウェイ、ヨウヨウ行くぞ聞けよ、お前のフロー一体誰のものか、ヨウヨウ行くぞ聞けよ、エコーと聞いてみよ、ヘイヨウヨウ飛ばせ破れのフレーション、光る虫も見よされるぞ、
磨かねえとどうなるか対応やろうや。やっとるで。みんないきなり何かあったんだろうさ、しょっぽいアンサーとコンビネーションから。ラグいよいよ待てよ待てよ、またまたコンビで乗り切るのよ。いよいよ行くぞ聞けよ、一人じゃなんだか物足りねえよ。いよいよ行くぞ聞けよ、3人コンビなら負けねえぞ。この拳を拳を拳でぶちのめちゃうぞ。これは綺麗な、俺はコントラクションだな、カウンターやと思う。お前やな、絶対アンクはもうこれ仕込んでましたし、あのヨーヨー行くぞ来てよ来たらこれで、そやな、で3人コンビなめんなよと、3人コンビといえばあれもヤトーバスヤングジェネレーションも3人コンビ、3人コンビですね。そうですね、そうかそうか、はい、そうです、コンビモンっていうコントラクションで、そういうことか。で3人コンビといえば、まあ、ラガラボ、ラガラボ、アーム君の、はい、誰や思とんねんってやつやな、絶対仕込んでたやつですね。その満金の顔、その満金の顔みたいな。ラガいよいよ待てよ待てよ、またまたコンビで乗り切るのよ。いよいよ行くぞ聞けよ、一人じゃなんだか物足りねえよ。いよいよ行くぞ聞けよ、コンビなら負けねえぞ。この拳を拳を拳でぶちのめちゃうぞ。あーいや、あれピンの歌出せやもんね。やっぱ出さねえよ。お前もさっきから絶好調言うとて。俺の歌やんけ、ないがあるんやろ。わしも早めに歌っただけやないか。これちょっと俺タツ君に後で聞いたんですけど、あの普段もちろん標準語で、あそう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 関西なんですよね、うん、で実家のお母さんとかは家ではずっと関西弁らしくて、で実は数は関西弁でクラッシュしたら自然と関西弁になってたらしくて意識してないらしくて、アームがもうゴリゴリの大阪弁やから、からいつの間にかなってまうかもしれんな。裏話、俺は DJ クラッシュや、俺なんか中学生の喧嘩してきたみたいになったから。どっちでも勝ちますよ、僕は。あ、そう、じゃあ、ほんとワンちゃん。今から教えてやるぜ、この俺のやり方。隣の横浜から、今から教えてやるぜ、本物のやり方。いや、こうヘッドバイクボンネクラス。世界をステーションとパーティーバイオクラス。インファーマもお前もまとめてやりたい。聞いてくれ。ほんとワンちゃん。いや、タスクのプロ、マジ唯一無二なんすよ。見たらお前の体のとこや。ラゴラゴあたりのスキルはない。気分で締めてる自分の首、しがみついても無理。目線抜くね、自分の鏡ばかり。手なくよく目まわせよ、まわれ。ラゴラゴの仲間は強者ばかりでも、いつまで続くお前の反対。ここに届く俺の言葉に乗って飛んでるスキル。 You know me real if you are real、 パーティーじゃスティール Keep real できなきゃ星となりちる。あれもつかの間、雨やりの中、誰かは仲間、誰かは敵だ。パッと大阪ちょっと覗いたら、やっぱお前はちょっとどうしようもないや。俺の気持ちを耐えられない。カバーコピーとスキルの違い、あれやな、バース部分がこう長かったっていうか、簡潔にここはまとめたかったよな。そうかそうか、曲としてめっちゃかっこいいし、インもバッチバチなんですけど、なあ、アム君のこの殴り合い勝負にちょっともうガチンコこう打ってきてる。やっぱりこいつはカバーメイクメイク、うわっ、こいつはどべー、こへんどべー、やっぱりこいつはこもう上がってんな。とうとうこの日が来た、大阪から来た先輩キラ、鋭い言葉で尖らす牙、獲物めがけて噛みつく牙。こんなことは言いたくねえけど、ここに出れたただのまぐれ、こうへんと期待外れ。おんな地元で恥かくね、こんな人でこへんとで、やっぱりこいつ来た、痛い外れで、どこが来た外れ。
して格好つけとけばいいよ。横浜からできたよ今日は。そうなんか大阪ちゃんで。いや、格好つけてもいいだろ。男なんだ格好つけてなんぼは。パンパン気取りじゃ持って三秒差見てね。世の中に山ほど格好つけてもいいだろ。お前みたいなしょうもないやつでもは。よく聞いとけ。何秒持ってんだお前。何秒持つんだお前のバンバン気取り。口を開けばモノマネガバンコピー。餃子にジャンボ ANG。 どうせなら本物連れてこいや。険しい道だって進めばいい。けどどこに進んでるかわからない。お前どうにかなるなんて甘い。見えない道なんてあるじゃしない。お前の最近の数年間いろいろやってるみたいで、小九郎さん、DJ クラスとかいろいろやってるみたいだけどな。まあ、俺はあんま知らねえけど。いや、今日はたまき、受けに変わった気まで、わざわざ切れてくれて申し訳ねえな。今日は俺花火打ち上げるぜ。お前は浮気で見とくよ。格好つけてもいいだろ。男なんだ格好つけてなんぼは。バンバン気取りじゃ持って三秒で。半々っていうイメージですけど、俺のまだ心の憶測ですけど、だって横にはダサい野郎がいるから目立つ。カッコつけていいだろ。それ言うやったらパッと D ぐらい連れてこい。言葉とマイクで挨拶や。生きるか死ぬかサバイバルや。先輩超えする開拓者。富も名声もバイタルさ。先輩にはもう来ない明日は。 DJ 殺しの開幕や。なんか得意技というか、うん、なんかこう中折れ野郎にバイアグラも別に立つくん中折れ野郎でもないと思うんですけど、綺麗に前のイントはめてバイアグラっていう、もう誰もがボンって連想できる、ないやすわとか、ね、その辺から踏んでたもんな、はい、持ってくるっていうのはこうアームくんの得意技なイメージあるんですよね。アームもそうやし、はい、立つもそうやねんけど、なんかさ、なんかもっとパンチラインバカンいけそうな曲いっぱいありますね。あるやんな、はい、なんかなんでそんなバースから入っていくんって感じはなんかするけどな。いやし、ゼロ対アイチンのはこうスタイルの自分のこう、あのバンマンとこのスキル勝負のスタイルのイメージっていう感じだったんですけど、アーム君とコーンヘッド立君は、その歌い方のスタイルというか、うん、バーっていくスタイルと、ほんまさっき言ったようにローでいなし聞かすスタイルの、ハマったらめちゃめちゃおもろいと思うんですけどね。もうちょっと続きいきましょうか。はい、この勢い誰も止められない。ポンコツヘッドじゃ物足りない。コンビじゃないと光らない。脇役にいけしんぐお決まりのフューチャリングですか。それで俺はあそこまでな。お前にコンビをやったらさ、横浜のコンビでこれ先切りです。何でもね、俺らってもらうわけですよ。なんでなんでもうだから、もうずっとこめなってるから、アクセルも こっちで右のみで運転してでも、あんなんだよ。ああ、面白いな。面白かった。アーム君はやっぱ面白いよな。俺これ家族でも全部見たんですけど、あの家族、あの4試合で一番好きなのこのアーム君。全く無知な家族が見たときに、いやでもやっぱそのなんていうかな、こうなんていう、まずなんか、ほっこりするって言ったらちょっとおかしいけど、なんかこう殺伐としてないやん、殺伐としてないですよ。でこの後のあの一個のフレーズでアーム君が俺は満点お前は3点みたいな、あのパンチラインがあったんですよ。でそれでバーンってなったんですけど、その後にタス君が3点もねえだろみたいな。それでみんな確かに3点は低すぎだよ。そういう
なんか殺伐としてないっていう、ボソッと言う、ボソッやっぱそういうとこも、あのなんていうかな、こうMC バトルと違うっていうかさ、はいはいはい、でたまにほっこりするバトルも あるけど、なんかそれとはまたちょっとちゃうというか、違う、うん、やっぱこの組み合わせやったからこの空気になったやろうし、別に自分らでそういう空気にしようと思ってないやん、絶対してないです、絶対してないです、もう本気の殺し合いやって、やってみたらああなったみたいな、そういう空気が生まれたっていう、この相当スパリング積んできたらしいから、ね、はいはいはい、ハム君はもうベーダーでだいぶやってきたらしい、2人きりで、なるほどな、だからアームはそうやってあの練習積んできて、はい、で立つもやっぱ周りにもいっぱいそういう仲間いっぱいおるやろ、でなんかところどころフリースタイルなところを感じましたし、うん、だどこからどこまでフリースタイルで、どっからが分かんないですね、なリリックなんかも、うん、それもすごいよな、うん、それもすごいテクニックやと思うんだけど、そんなんラッパーとかそんなんやられたら、あのわけわからんやん、そうですね、でそこにバンバンってちゃんとパンチライン挟まれて、うん、ライムイングされたら、いやでもちゃんみんなアームとかも、まあ、サビはもう勢いやからバーって言ってるだけやけど、うん、まあ、しっかりそこにつなぐ、そうそう、うん、ね、ちゃんと聞き取れるし、うん、なんかやっぱさすがやな、やっぱそのゼロと愛知のもやっぱなんていうの、いろんな細かいことも見てさ、はい、で最終的にはおさすがやなって思わされるの、さすがやなって思います、まあ立つとかも、いやこのスタイルでやりきるのもやっぱすごいし、すごいすごい、あんだけ打たせて全然効いてない風、うん、でタスクもあれっすよね、そんな何回もこれが初ぐらいっすか、クラッシュ、これ打ったんと思うで、だから全然多分スタイルもこっからどんどんもしかして確立されていって磨きかかってんだったら、うん、ほんまフローとか唯一無二やと思う、ああいうなんかもう何やっても聞いてないふりじゃないけど、はいはい、まあひらひらかわして、いやあれサミットも出ますしね、あれはあれで強いんやろ、はい、みんなオチに持っていくのがレゲエの人は上手やでな、そのオチがあって落としてその次のサビが来るやん、はい、サビのためのオチみたいなとこやから、バトルはもう落ちたら終わりというか、それでパスするっていう感じやと思うんですよ、だからもうアームとかも、アームのアイしか言ってなかったもんね、サビはもう使用でそこでだけで、なんかアームのムーまでは言ってないぐらい、アイぐらいぐらいで終わってたよもう多分それ以上グリップ回れへんから取れたの、取れたネジ切ってもうたの言うてますが、はい、まあそういうあのこういう楽しい、楽しいって言ったら、そういうなんか俺たち視点の見方も、うん、ほっこりするクラッシュも、はい、やっぱなんかレゲエのクラッシュ醍醐味かなと思います、はい、素晴らしいクラッシュでした、はい、はい、というわけで、今回は、アームストロング対、コーンヘッドの一戦を、やいやい言わせてもらいました。では、今回はこの辺で NT、チャンネル登録お願いします。なかなかブラザーズチャンネルもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました、ユージー君。はい、はい、こちらこそ楽しかったです。はい、またやりたいですね。またぜひ、はい、お願いします、はい。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、では皆さん。Love! Love!